VSS は九百八十七年に開発された自動小音素劇銃七点六二 x 三十九ミリメートル弾をベースに作られた9 x 三十九ミリ、mm、メートル s p 五 s p 六という専用のア音速弾を使用する。相性はビントレス。九百八十年代、当時のソ連は冷戦の真っ只中であり、アフガニスタンやチェチェンなど、 多数の戦場を抱えており、特殊部隊の隠密潜入作戦やゲリラ作戦用、小音銃の開発は急務であった。当初は、アカムや AK、AK-74、AX-74U にサプレッサーを取り付けて使用したが、初速が音速を超えることで、衝撃波を発生させる小口傾向初速の5.45、X39mm 弾では、サプレッサーの効果は薄く、 無理に装薬を減らせば射撃精度が著しく不安定になってしまうことが分かった。そこでソ連軍は銃そのものを消音化するだけでなく専用の弾薬も含めた狙撃システムの開発に着手した。ソ連は当時の西側諸国のような既存のライフルの精度を高めつつ消音加工を施す手法に限界を感じ全く異なるアプローチを開始したのである。 開発には、ボログダ州キリロフ地区の特殊研究所ジアニータクマッシュのペテロセルジェコフとバルディミール・クラスコフが設計を担当し、AS バルト、ほぼ同時期の1987年に完成、トゥーラ工場が製造している。作動機構は、ガス圧利用式でボルトを回転させ、重心とロックするターンロッキングが組み込まれている。ボルト本体の仕組みや構造は、 AK-74 と共通点が多いなど構造的には AK-74 を踏襲している。先端左右にはロッキングラグを持つ。AK-74 でいうマガジンの直前まで全長を切り詰めている。工述するバリエーションを見ればわかる通り、レシーバーはもちろんバレルも非常に短く全長のほとんどは大型のサプレッサーと木製のストックで、 構成されている。通常10連ショートマガジンを使うが、弾数の多い20連マガジンも使用できる。ハンドガードやマガジンは、プラスチック製にして軽量化しており、バレルを覆うような大型のサプレッサーはバレル、そのものよりも長いほどである。また、バレルには、重光から放出されるガスを減らすための穴が、開けられている。これにより、サプレッサーの効果をより高めることが可能になる。 固定式の標準装置や大きく肉抜きされた木製ストック、スコープの取り付け方法など SVD を参考にしたと思われる部分が多く見られる。スコープは PSO-1 の QX39mm 弾仕様で出てくるなどが異なる PSO-1 から1が使用される。サプレッサーとストックをレシーバーから取り外せばアタッシュケースなどに収納可能である。 開発時に要求された性能が400メートル以内から敵の防弾直機を貫通する完全消音狙撃銃であったため長距離での精密狙撃ではなく中距離から短距離の狙撃並びに近距離での銃撃戦を前提に設計されているそのため重心長は比較的短く二重連マガジンを使ってのフルオート射撃も可能である VSS の最大の特徴は使用する弾薬にある。VSS で使用される QX39mm 弾はライフル弾でありながら重厚初速が音速を超えず衝撃波が発生しないためソニックブームによる断続的な音波が生じない。この弾薬と消音器を組み合わせることによって驚異的な消音効果が発揮され、 発砲音を少しうるさいで沿道ガ弾を撃った程度の音量にまで抑えることに成功している。銃声というものは通常2種類の音で構成される。火薬の燃焼による炸裂音と弾丸が音速を超える際のソニックブームである。多くの軍用ライフル弾は弾丸を音速まで加速させることで貫通力、破壊力を生み出している。しかし、 たとえ小さな弾丸といえども物体が大気中で音速の壁を突破すれば強烈なソニックブームが発生する。このような弾丸ではサプレッサーを使用しても消えるのは火薬の炸裂音であってソニックブームによる音を完全に消すことはできない。これまでは最初から初速が音速を超えない 45ACP や 22LR といった拳銃弾か、 音速を超える弾薬から装薬量を減らすなどして、アオン速に変えたものを使うしかなかった。そこでソ連は、一定の威力を維持したアオン速弾を作るため、大口径の弾丸を従来型のライフルカートリッジで打ち出すという方法を考案した。QX39mm 弾は 7.62X39mm 弾をベースとしたほぼ、円筒状のケースに、 全長はそのままに口径が 9mm まで大型か、重量は2倍に増した弾頭を装着している。装薬量はライフル弾に匹敵するが、弾頭重量が大幅に増加しており、重厚初速が音速を超えないように調節されている。カタログ上の有効射程は 400m となっているものの、通常のライフル弾を使った狙撃以上にその弾頭は遠方に行くほど落ち込む。 軌道を描くことになる。同時に、その運動エネルギーが、一定値まで維持できる間に限り、風などの影響を受けにくくなっている。また、弾頭が重い上に、光景も大きいため、標的に命中すれば、通常のライフル弾以上のダメージを与えられる。こうして、初速は遅いが、射程内なら、一定以上の威力を維持できる、青速弾薬が完成した。 具体的な数値で言うと、重厚初速が秒速 290m、エネルギー値は516フィート LBF となる。参考までに 5.45X39mm 弾は、初速が秒速 940m で、エネルギー値は971フィート LBF、9X19mm 弾は、初速が秒速 350m で、 エネルギー値は394フィート LBF である。また、弾頭や用途に応じていくつかのバリエーションが存在している。現在は SP-5 と SP-6 を中心に、狙撃銃以外のカービンやサブマシンガンといった同系弾薬を使用する銃の種類を増やすことで、需要を増やし、消費量と生産頻度を上げてコストを減らそうとしている。VSS 以外にも、 同じ QX39mm 弾を使用する重機が多数存在する。徳井正美、軍用銃自転回定版並木二百233ページ ISBN9 兆7848億9063万2138。笹川秀夫、最新、最強ガンカタログ竹書房2010年 ISBN978 から4から812443057。 ありがとうございます。